自治雄造的な日々の世界自治雄造の場合は今月申し込んだんですけど工場見学の日程としてはですね4月になりますまあ内容的にはですね私も今回が初めての申し込みですねよくちょっと分かりませんまあ分かりませんけど私がわかる範囲でですねお話ししていきたいと思いますまあ,あの人グループというのはですね 個人の場合1人グループの場合は1グループどっちにしても1体に対してですね枠が2枠しか申し込めないということで、まあ、時事要素もですね4月ですねあの平日なんですけどね2箇所ですね申し込みました、まあ、抽選結果がですね、まあ、3月ぐらいには分かると思います小池55ゴーゴーファクトリー工場見学ツアーのですね 抽選が当たりましてですね抽選が当たりましたらまた投稿していきたいと思います小池九州麻生工場の見学したらですねその時も投稿していく予定でありますまあ工場見学についてですねちょっと話していきたいと思いますまあ熊本県というのはですね熊本市の場合は近くでですねサントリービール工場のですね 工場見学はあります数多く行きました、まあどうしても工場,工場見学が主ですからねそすとその中で 10, 10分ぐらいだったですかねサントリーのビール工場ですからねビールをあの飲む時間がありますけどありましたけど10分間は10分間ではですねなかなか飲めないというところですね。まあそれとあの 一人何倍までという制限とかがありますからですね。サントリービール工場でですね、サントリーのですね、出来たてのですね、ビール飲むのも楽しみだったんですけどね、その後のですね、工場敷地内にあるですね、ドイツ風のですね、レストランに行くのが私の場合楽しみでした。熊本地震後ですね、 レストランが閉鎖になりましてですね、その後がですね、まあ行っても楽しみがちょっともう半減したというところで、最近はですね、サントリービール工場には行っておりません。まあそういうところで、今回ですね、小池屋ゴーゴー、ファクトリー工場見学ツアーがあるということが分かりまして、早速申し込みました。まああの4月ですけど当たればあのいいと思います。早速ですね、 小池55ファクトリー工場見学ツアーのですね、申し込み方法ということで、ちょっとで説明したいと思います。小池55ファクトリーのですね、ホームページに入ります。内容は書いてございます。まあ、お知らせとしてですね、これがですね、私は全然知らなかったんですけどね、2023年の2月6日にはですね、2023年、 要するに今年のですね4月の体験分のですね抽選受付がスタートしたということですね。で2022年の12月の2日には2023年の2月上旬よりですね4月体験分の一般受付がスタートしたということですね。条件がツアーとしてですね予約が必要でですね所要時間は,時間は約130分ということで。 1>, まああの1時間10分ということで九州麻生工場製,製造ライン見学とマイポテチ作り体験をお楽しみいただけるガイド付きツアーです要するにあのこの九州麻生工場ラインのですね見学ともう一つはですねマイポテチ作り体験をあれ 楽しみいただけるガイド付きツアーということですね。自分でポテトを作るということですね。製造ラインの見学ですね。まあ、その工場内を身近に見れるということですね。それと、その後が前ポテチ作り体験ですね。前ポテチ体験前ポテチ作り体験。これはですね、えー、小池屋のですね。歴史と創業由来のこだわりを体験いただきながら。 オリジナルポテトチップ作りを体験することができますということですね。もう工場見学のです、ね、概要を説明しますとですね、実施場所がですね、九州麻生工場、えー、住所は熊本県上益城郡益城町というところですね、開始時間が原則9時半、朝の9時半からスタートですね、で開始15分前を目安にお越しくださいということですね、体験可能人数、年齢、対象ですね。 体験可能、一最大二十二名様ですね。それと対象年齢はです、ね、同伴者の方がいらっしゃっても小学3年生、小学三年生の以下は見学できませんということですね。小学四年生以上ですね。なぜかといえば、ですね。九州麻生工場では、現場に行って、近くから製造ラインを見学いただくため、年齢に制限させていただいておりますということですね。 小学4年生以上高校生以下の方は必ず1名の保護者または引率者の同伴の元ご参加くださいということですだから小学4年生とあの高校生以下はですね同伴者が1名必要だということですね体験概要としてはですね約130分2時間と10分ですね、まあ、受付とかがあり工場概要説明があり工場内見学があり マイテチ作り体験とととかを含めるということですね、まあ、参加肥料としては無料ですこれがこれがいいですね無料です現地までの交通費はお客様のご,ご負担になるということですね飲み物は各自ご持参くださいということで製造工場内には飲食物はお持ち込みはいただけませんということですね,ね服装とかもですね あのいろいろ書いてあります。やはり工場ですからね。結構服装とかも言えばですね、つけつ爪ですね。長い爪はダメということです。長い爪はですね、爪はダメです、ね。アクセサリーや時計は全部外してくれですね。時計、アクセサリー外してくれということですね。それとサンダルやヒーサンダル、サンダル、そしてヒールが高い靴はあの履いてこないでくださいということですね。まつげ 松江区はダメだということですね。で、長い髪はですね。太いゴミでまとめてくださいってですね。まあ、私は短いから大丈夫です。で、スカート半ズボンくるぶしソックスは NG ジー対。あの工場の中に、こう、あの例えば。アクセサリー類ですね。ピアスとかネックレスとか、そういうのが。あの、持ち込んだら大変になりますから、そういうことを書いてあります。まあ、あの抽選についてはですね。まあ、これにまた詳しく書いてあるんですけどね。 これで私も申しし込みました応募から見学実施までのフロアとしてはですね今月申し込まないとですね4月のですね応募には間に合わないということですね申し込み方法もですね個人だったり団体団体は7名様以上になってますね団体の場合で介護が必要な方学校教育での利用こういう方にちょっと分かれています。 私は熊本県熊本市ですから行きたいと思っています。一応4月も申し込みはですね、し,しましたからですね。まあ、あの、抽選当たればですね、まあ嬉しいんですけどね。小池屋のいろいろ商品は知ってますけどですね、小池屋のですね、ポテチを買ってきました。セブンイレブンに行きましたらですね、 私が行きましたセブンイレブンではですね、この種類だけしかありませんでした。残念ながらこれだけしかありませんでしたから、これを買ってきました。これは結構ですね、金額はですね、名前がストロング、暴れ焼き梅ですね。135円ということですね。これを買ってきました。まあ、こちらをですね、ちょっとせっかくですから試食だけちょっとしてみたいと思います。まああのこれが一袋入ってましたね、まあ、ちょっと見にくいかもしれません。 これだけですねこれをちょっと試食していきたいと思いますストロング。 ストロングですね。この時事用像にはちょっと答えます。答えます。ストロングですね。下口ドレミヌンはですね、ちょっと試食して意見を聞きたいと思います。どうぞ。 今食べてます、うん。酸味効いてますね。美味しいです。まあ、塩辛くはないんですけれども酸味が強いですね。とこの小池屋ならではのこのギザギザ感美味しいですね。うん気に入りました。はいえー、とさすが香吉堂レミです。 時事重造にはちょっとこれこのストロングは無理です。まあ、そういうことで,ですね。今日はあの小池小池屋さんのですねストロング暴れ焼き海を食べながら終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。これで終わります。ありがとうございます。